はい、こんにちは、自由工房のフラシーです。今日朝からね、すごく感動した話があったんですね。人間ってそうか、こうやって進化していくんだなって思ったんですよ。何がかっていうと、今そのコロナ騒ぎでね、いろんなところでいろんなことが起きてて、まあ当然いろんなものも失ってるんだけど、まあ、やっぱさすが人間はね、ただじゃこう起き上がらないなと、転んでもね。今回朝見たのはイスラム諸国のっていうか、まあ、イスラムっていうのは金曜日に礼拝をするんですけどね、金曜の礼拝だけは絶対やめないっていうことで、やめない代わりにね、普段なら礼拝した帰り、もしくは挨拶代わりに握手を必ずする文化なんですって。まあ、もともと、まあ、握手をねする文化なんだけど、握手をやめてこういう挨拶にするんですって。こうやって、お元気ですか、風邪ひいてませんかみたいなね、こんな挨拶、これいいと思わないですか。優しい挨拶ですよね。ちょっと写真を出しておきますけど、いや、このね、このシーンを見てね、ちょっと感激しましたね。人間ってね、やっぱりすごいなと思ったんですね。こう、今まで握手してたものっていうのは、こう、握手っていうのはあなたに敵がありませんよっていう表れですよね。だから、まあ、武器を持ってないからね、利き手の手を差し出すっていうことなんですって。なんだけど、その代わりになんかグータッチとかね、するのもあるけど、まあ、そうじゃなくて、それはただ手に触りたくないからグータッチでしょ。そうじゃなくて、こう胸に手を当てるっていうのはすごくあなたのことを心から気遣ってますよっていうことが現れててね、すごくいい挨拶の仕方だなと思ったので、ちょっと私も挨拶これやってみようかなと思います。はい、まあ日本人はもともと挨拶ベタですからね。例えば握手だってなかなかまだその根付いてないですよね、そういう文化をね。ただまあ日本人なんてこれいいんじゃないですか、こういうの、元気ですかっていうね。もともとこういう挨拶する理由っていうのは、あなたに敵がないっていうことを表すわけですよ。例えばね、アメリカなんか行くと本当にそういうふうに思います。アメリカっていうのはいろんな人種が集まってきてるね、まあ、いわゆる人種のるつぼって言われるけど、ニューヨークに行った時もそうでしたけど、エレベーターに乗るとね、ニコって笑うんですよ、向こうが。だってニコってあるんですね。こちらもあんまつられてニコッと笑うんだけど、あれなんでそんなアメリカ人ニコニコ笑うのかなって思ってたら、これある方から聞いたのがね、やっぱりアメリカっていうのはそういうこの、まあ、いわゆる治安もね、日本ほど良くないので、あなたに敵がないことを表現するためにニコッと笑うんですよ。だからムスッとしてたらね、何して勝つか分からないなと思われちゃいますから、我々もね、照れくさがらずに、まあ豪にいれば豪に従いでね、アメリカに行ったらエレベーターで2人きりになってもね、必ずニコッと挨拶する、こんにちは、どうぞみたいなね、それこそさっきの握手しなくていいからどうぞみたいなね、いう風にされるといいかもしれないですね。いや、本当にね、今回ちょっとコロナ騒ぎはね、ちょっと落ち込むことが多かったですけどね、いや、いい、こういうこのいい習慣を一つ人間は身につけたんだなと思って、すごいなと思いました。はい、ということで今日はこの話をしたかったので、短編ですけどもう一本動画を撮ってみました。まあ、皆さんもね、まあ、こういう時ですけども、こういう時にこそ、ね、見つけるものやできることがあったりするので、ね、そういう視野でね、ポジティブにいろいろ発見ができるんじゃないかなと思います。はい、ということで、ではまた次の動画でお会いしましょう。ゆうさん、さら、こんなの感動するのは私だけかな、分からんですけど、さら。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。